はい、どうも白滝です。今回の動画なんですけれども、3月23日にグランドオープンが開幕。このグランドオープン開幕に同時にね、開催するイベントとしてはプロスピパークのね、予想しているんですけれども、これに関してなんですけれども、過去2年間プロスピパークとグランドオープンがね、同時に開催しているということで、今年3年目もプロスピパークとグランドオープンがね、同時に開催すると予想しているんですけれども、そのプロスピパークの内容としてはドラ1ルーキー、今回はですね、ドラ1ルーキーの能力予想をね、していこうかなと。ドラ1ルーキーの能力についてね、話す前にですね、ドラ1ルーキーのね、構成があるということで、去年のね、例見ていきましょう。去年のドラ1ルーキーになるんですけども、こちらはですね、プロスペースデータ集さんからお借りしたデータになります。まずはですね、野手の方からね、見ていきたいんですけれども、ソフトバンクが佐藤さん、楽天が小深田さん、中日が石川さん、ベイスターズが森さん。横にね、ステータスが書いてあるんですけども、ソフトバンクの佐藤さんであれば58、64、80。小深田さんは61、59、78。石川選手は60、66、66。森選手なんですけども、62、58、77。去年のね、野手の構成はこういった形になっていまして、ドラ1のステータス構成その1になるんですけれども、表のステータス、ミート、パワー、球威、制球、スタミナ、これがですね、A の選手は登場しません。だがしかし、総力に関しては A でもね、登場します。これはね、2年前、3年前でも総力 A の選手は登場しています。ドラ1のステータス構成2個目になるんですけども、ステータスはですね、大体ですね、B、C、D の能力で構成されていきます。これが2個目になるんですけども、3個目はですね、ドラ1のスピリッツ。これに関してはですね、3600で登場します。3600のスピリッツはつい最近ね、ベスト9タイトルホルダーで登場したんですけども、そのね、同じスピリッツで登場します。そしてラスト4個目になるんですけども、特殊能力について、ドラ1の特殊能力は去年からね、超特殊能力がつきました。今年もね、ドラ1ルーキーが登場するんですけども、超特殊能力がついた状態で、特能としては3つ、この状態で、登場するのではないのかなと。テロップでまとめられていると思うんですけども、ドラ1のね、ステータス構成に関しては以上になります。それを踏まえて、去年のドラ1のね、投手の方を見ていくんですけれども、ロッテから佐々木朗希選手、西武が宮川さん、日ハムが河野さん、オリックスが宮城さん、巨人が堀田さん、阪神が西選手、広島が森下さん、ヤクルトが奥川選手。横にね、ステータスがあるんですけども、一人だけね、例を出すとすれば佐々木朗希選手。佐々木朗希選手はですね、160キロかな、最速出していたんですけども、球威がですね、73の B 止まりになります。これに関してはね、先ほど説明しました B、C、D のステータスでドラ1は構成されます。ドラ1ルーキーで160キロをね、出していても球威 A にはなりません。その後ですね、通常版の佐々木朗希選手が登場すれば球威 A はね、軽く超えてくるんじゃないのかなと。その例としてもう一人が森下選手になりまして、ドラ1はね、73、72、70のステータスに登場したんですけども、通常版では78。今年からね、2021シリーズがね、登場するんですけども、森下選手は9位 A 行くのか行かないのか、それとも称号で9位 A 行くね、ステータスに持ってくるのか。いや、森下選手どうなんやろ、めちゃめちゃ楽しみやね、グランドオープン。こういった感じでドラ1のステータスは構成されています。ということで、今からね、今年のドラ1ルーキー見ていくんですけれども、ツイッターの方でコラ画像を募集しました。コラ画像を募集したんですけれども、ステータスを考慮して作ってもらったバージョンと、ステータスをですね、無視してコラ画像をね、作ったバージョンがあるので、その選手が来たらですね、どういったタイプなのか、情報を元に解説していこうかなと思います。ということで、やっていきたいんですけど、まずはソフトバンクから、こちらね、画像になるんですけども、コラ画像のね、提供者に関しては概要欄にツイッターの ID を貼っています。ソフトバンクが井上さんなんですけども、検索でドラ1井上さんレポートとね、検索すれば、ある程度情報が出てくるんですけれども、守れるポジションとしてはサードと外野、そして高校でね、通算50本のホームランを打ちました。そのですね、記事に書かれていたんですけども、強肩強打の4番打者で高校の通算ホームラン数が50本。情報としてはね、少ないんですけども、ここからね、分かる情報としては、パワー型でね、登場するんじゃないのかなと。井上選手は高卒になります。肩としてはパワー型でね、登場するのではないのかなと。能力もですね、コラ画像提供者がね、考えてくれたんですけども、コーラあたりの数値で登場するのではないのかなと。続きまして、ロッテのね、ドラ1ルーキーなんですけども、鈴木選手になります。鈴木選手もドラ1レポートで、ね、検索した結果、こういった、ね、記事が書かれていました。マックスの球速が152キロ出しておりまして、1年でね、10キロアップしたということも書かれていました。そして投手なんで、球種の方に関してなんですけれども、持ち球はどういった球種なのか書かれていたんですけれども、ツーシームを持っていました。
あとはですね、いろんな変化球が5球種ありまして、ストレートと合わせると7球種になります。ツーシームに関してなんですけども、記事ではね、一応ツーシームと書かれていたんですけども、実際にプロスペースドラ1で登場した時にツーシームがつくのかつかないのか、まあ、これに関してね、運営しかわからないので、まあ、一応ね、そういった記事にはツーシームはね、書かれていました。能力に関してなんですけども、1年前2年前の当時はね、全員球威型で登場していました。まあ、鈴木選手もですね、152キロ出しているということで、まあ、球威型でね、来るんじゃないのかなと。続きまして、西武のドラ1ルーキーなんですけども、西武はですね、渡辺選手になります。守っているポジションとしては記事にね、書かれていたんですけれども、優先順位としてはサード、ファースト、ショート、サードがですね、メインになるんじゃないのかなと。渡辺選手にね、書かれていた内容なんですけれども、強打者と、まあ、強打者であればタイプとしてはパワー型でね、登場するのではないのかなと。ホラ画像をね、作ってもらったんですけども、ドラ1ルーキーは BCD で構成、パワー B は確実なんじゃないのかなと予想はしています。続きまして、楽天のね、ドラ1ルーキー紹介していきたいんですけども、楽天は早川選手になります。早川選手に関してね、書かれていたことなんですけども、球速のマックスが155キロ、まあ、このね、155キロ出しているということで、タイプとしては、まあ、球威型になるんじゃないのかなと。そして球種の方に関してなんですけども、これもね、ドラ1レポートで調べた結果、球種のですね、種類としてはツーシームプラス変化球が3球種、そしてストレートと合わせると、まあ、合計5球種、まあ、こういった風に書かれていました。続きまして、日本ハムファイターズ方なんですけども、ドラ1ルーキーとしては伊藤選手になります。伊藤選手に関してなんですけども、球速のマックスが155キロ、155キロ出しているということで、タイプとしては、まあ、球威型なんじゃないのかと予想はしています。伊藤選手の能力に関してなんですけども、去年ね、佐々木選手が球威73、そして大学の森下選手が73、奥川選手が72、こういった数値で登場していたので、まあ、ここら辺りの数値で伊藤選手はですね、球威型として登場するのではないのかなと。そして球種の方なんですけども、記事によるとツーシームフォークを投げておりまして、そして他プラス4球種を投げていまして、合計で6球種、まあ、ストレートと合わせると7球種かな、まあ、それぐらい投げているとね、記事には書かれていました。パリーグラストね、オリックス見ていきたいんですけども、ドラ1ルーキーが山下選手。山下選手の、まあ、内容を見ていくんですけれども、最高球速が154キロ、まあ、154キロということで、山下選手も球威型ではないのかなと。山下選手の球種に関してなんですけれども、詳しい、ね、内容を書いておらず、ストレートと鋭いカーブ、こういったことが、ね、書かれていました。他にも多分球種あると思うので、まあ、4から5球種ぐらいあるんじゃないのかなと。セリーグのドラ1ルーキー、ね、見ていきたいんですけれども、巨人平内選手。平内選手の最高球速なんですけれども、マックスが156キロ、まあ、タイプとしては球威型で登場するのではないのかなと予想しておりまして、平内選手の球種に関してなんですけれども、書かれていた内容としてはツーシームとスプリット、さらにプラス2球種ありまして、ストレートと合わせると合計で5球種あると書かれていました。平内選手のね、コラ画像作ってもらったんですけれども、この数値に近い値でも登場するのではないのかなと。阪神の方を見ていきたいんですけども、阪神ドラ1が佐藤選手、もめちゃめちゃね、注目されているドラ1ルーキーになります。佐藤選手の守備に関してなんですけども、サードと外野を守っておりまして、まあ、内容としては強打者、強打者ということでパワー型で登場するのではないのかなと。ホラ画像を作ってくれた方はですね、パワーと走力がね、同値なんですけれども、佐藤選手 50m が6秒、20代の 50m 走の平均が7秒、足もね、めちゃめちゃ速いということで、パワー走力のね、同値もあるんじゃないのかなと。とりあえずパワー型に関しては確実なんじゃないのかなと。あとはですね、弾道、これがね、まあ、高弾道なんですけれども、特殊能力でパワー比になるのか、もともとパワー比なのか、一応ですね、過去の例なんですけれども、吉田正尚さんはもともとの弾道がパワーヒッターで登場しました。続きまして、中日のドラ1ルーキー見ていきたいんですけども、高橋選手になります。高橋選手は高卒でして、最高球速はどれぐらいなのか、最高球速としては154キロが計測されています。球速がですね、154キロ出ているということで、まあ、タイプとしては球威型でね、登場するのではないのかなと。そしてですね、球種に関してなんですけども、記事の内容に書かれていたのがツーシームとスプリット、そして他3個の、ね、変化球を投げていて、ストレートと合わせると合計、ね、6球種投げていることが記事に、ね、書かれていました。こういった、ね、まあ、球種が書かれているんですけども、ツーシームとスプリット、まあ、それで、ね、もし登場すれば、まあ、ランク戦でも、ね、使ってくる投手になってくるんじゃないのかなと。能力に関してなんですけれども、去年の佐々木さんが球威73、森下さんが73、奥川さんが72というね、去年の例があったので、まあ、高橋選手はどれぐらいやろう、まあ、2下がるぐらいかな、まあ、球威72か71あたりの球威型で、まあ、登場するのではないのかなと。
続きまして、ベイスターズね、見ていきたいんですけど、ベイスターズのドラ1は入江選手になります。入江選手に関してなんですけども、最高球速が153キロ、も150キロオーバーしているということで、まあ、タイプとしては球威型で来るんじゃないのかなと。そして球種の方なんですけども、書かれていた内容としては全て合わせると5球種投げていました。入江選手の能力に関してなんですけれども、1年前2年前ね、全員球威型で登場しているので、まあ、入江選手も球威型でね登場するのではないのかなと。ラスト2球団になるんですけども、広島のドラ1ルーキーとしては栗林選手、最高球速が153キロ出しているということで、栗林さんもですね、まあ、球威型で登場するのではないのかなと。そして球種の方なんですけれども、書かれていた内容としてはツーシームとフォーク、そして残り3個の、ね、変化球を投げていまして、ストレートと合わせると6球種投げていることが書かれていました。11球団の投手で見ていったんですけれども、ツーシーム投げてる人はね結構多いんじゃないのかなと、まあ、一応ねこういった風に書かれていました。そしてラストヤクルトが木澤選手になるんですけれども、木澤選手はですね、最高球速が156キロ出しているのであれば、まあ、球威型で登場するのではないのかなと。タイプとしては球威型でして、球威がですね74から71の数値の値で、まあ、登場するのではないのかなと。そして球種に関してなんですけども、木澤選手は4球種で投げていることが書かれていました。はい、ということでドラ1ルーキーについてもろもろ話しました。ぜひともですね、高評価、チャンネル登録、通知音、ベルマークボタン、コメントしてもらいまして、明日もですね重要な動画出すので、ぜひとも見てもらいたいなということで、今回は以上。